大分県の湯布院から熊本県の阿蘇に向かう山並ハイウェイを走っています。途中では湯布岳や九十連山、そして阿蘇のカルデラ台地、そして広がる草原があって、私は日本でここが一番大好きなところです。ところがこの日は天気があいにくで、途中通る峠は霧の中でした。これから後の数枚の写真は、天気のいい時に大観峰から撮った写真です。大カルデラの光景、そして、広がる盆地、その向こうの雄大な阿蘇の山々の素晴らしい風景をご覧ください。